はい、第6話をやっています。隋と唐を抜き出して書きましたよ。隋は文帝が金殿制、蘇陽朝制、不平制、あるいは科挙、そして煬帝は民の恨みにね、まあ恨みを押して、大運河や高句麗遠征を行った。そして唐は高祖、大祖、高祖などがいましたね。国づくりをしましたね。で、この後ずっと続いていくのですが、ちょっと今回は寄り道して、この3人あたりが作り出したちょっと寄り道で唐の仕組みだ、これを話していこうと思います。例えば日本が遣唐使を派遣したのは、一つは、仏教の文化を持ってくるっていうことだったりするが、勉強してね、そう。もう一つはこの唐の仕組みを学びに、わざわざ危険を冒して、日本から遣唐使がやってくるわけだ。だから唐の国の在り方、国の仕組み、国のシステムは日本とか他のアジア諸国の、その模範となるような仕組みだったので、これを勉強していこうじゃないかということです。いきます。唐の制度です。中央政府のことを、唐の中央政府のことを一般的に三省六部、六部といっても、差し支えないんですが、三省六部と言っています。なぜならですね、どういうことかというとですね、皇帝がいますよね。皇帝の下にちょっとこうでしたね。三省と言われる中書省や文科省や小書省という省が置かれます。中書省は何かっていうと、皇帝の命令である省直、皇帝の命令を作成するということです。で、文科省は省直の審議、小書省は小直の実行。
行を担当します。で、この3章を通過した皇帝の命令は、陸部と言われる、まあ、日本でいう、国土交通省、財務省とかいうような、その各省庁に伝えられるわけですね。例えば、リブっていうのが、役人採用であるとか、コムっていうのが、財政であるとか、レイブってあるのが、彩色や教育、兵部が軍事、もうもちろんですね。続いて、警部、司法ですね。そして、公務、土木のような陸部ですね。で、この皇帝の命令である詔勅っていう言葉をこの三章が審議して、作成し審議して実行するわけですけど、こういうイメージを持ってください。これイメージですよ。こうなっているとは必ずしも言えないので、まあ、ここは宮中だと、宮中、ここはじゃ あ皇帝の、まあ、その相談所だと思ってください。皇帝と中書省が相談をします。はい、この、まあ、お屋敷の中だから中書省、ね、お屋敷の中で皇帝がどうするって、次の命令どういうふうにするって、いや皇帝様こうなされません、うんそうだね、うんちょっとねとか、そう言いながら相談をすると。そうしたら皇帝の命令は次にこの門の下に控えている文科省ですね、この門の下、はい、皇帝のお屋敷を出てくる命令を文科省で審議します。皇帝様そりゃいかんですよと、ちょっとね、お金がないんですとか、ね、よし皇帝様がそういうおっしゃるんだったらこっちね通しましょうっていうふうに文科省が皇帝の命令詔勅を審議して差し戻すとかね通すっていうのを決めるということですね。で、それをこう門の外ね、だから審議をした結果、なおを実行する価値があるなって思ったら、じゃあなお実行しましょうって言って詔書省が実行に当たるよっていうような感じですね。そうしたらね、この中書省、文科省、詔書省の中でどこが一番力を握っているかっていうと、それはもちろんこの
文科省ですね、いかに皇帝様の命令であっても文科省がうんというか、あるいは皇帝様ちょっとねこれは少し無理なんじゃないですかって言って差し戻すこともある、ね、このようにこの門を通すも通さないも文科省次第になるので、文科省はこの時絶大な権力を握るに至るわけです。そのような仕組みだと思ってください。はい、そしたらですね、もう一つは御師代ですね。これは不正が行われないように、あるいはまあそうですね、不正ですね、お金をちょろまかさないようにとかね、賄賂を送らないようにとか、目を光らせている中央省庁のね、観察機関を置きます。はい、中央政府は以上のような三省陸部を置いているということです。一旦消します。地方行政組織は州と県という行政組織の2本立てです。次、周辺の異民族はどういうふうに統治しているかというとですね、例えば唐という国、まあ実際は地図を使ってうまくやりたいわけですけれども、例えば夜はこの辺でしたっけね、この辺ですね、安楽国というのがありますね。こういうような感じですか。北の宮北帝、そして安南ですね。はい、この6つの都護府というのを置きます。南北朝時代も5個16国とかね、いろんな異民族がいたと思いますが、この異民族をこの都護府っていう役所が監視をしたり、あるいはこう従えていくわけですね。で、
要するに唐っていう国がこの異民族を直接治めるんじゃなくて、この異民族のリーダーに、安政と呉服は監視の目を向けて、例えばこの異民族のこのリーダーに、まあ反乱は起こすなよと、逆らわなければ、まあ、ある程度自由を許そうというような感じだから、鎖に犬とか家畜をつないでいて、まあ、鎖を切らなければ、まあ、ある程度飼いならす、飼いならしておいて、まあ、その分はある程度自由を任せるというような感じです。そういう仕組みのことを政策そうですね、当時は その都民族の長に任せるという吉備政策、家畜をコントロールするロープのことです、コントロールしてこの6つの都呉服が周辺異民族のリーダーを抑えてコントロール下に置いておけば、その民族のリーダーにその民族をの支配を任せているという仕組みをとります。間接統治の一つのあり方ですね。唐の法典、法律のことを、これは律ですね。刑法、令、これは行政法です。律令制度と言ったりしますね。日本史でも律令出てきますが、唐をお手本にしているわけだから律と令、ね、日本がそれを輸入して律令制度、唐も律令制度です、はい。役人の採用ですね。管理の登用はもちろん、前の時代に文帝が作った家教を唐も採用しています。財政、税制、平成、これも前回お話しました。隋の文帝が作り上げた3点セットですね。こう見るとやっぱり唐の勉強してるんですけれども、隋のその遺産をかなり受け継いでいるのが分かります。男子に、区分でですね、これ日本史でも同じ名前を使ったりします。死後返さなきゃいけない区分でと、あるいは営業でですね、これは
男子に、まあ、簡単に言うと農民に土地を与えるという仕組みを作るということです。これが隋は女性もあるし、ね、ここですね、これが北魏だと無比奴隷や馬牛にも区分ではあげたりするんですけれどもね。はい、近伝性、はい、次いきます。素養調整ですね。絹の布や はい、そして、不平性ですね。近伝農民から徴兵とこうしましょうか。はい、唐も隋で作り上げたこの近伝性、素養調整、あるいは不平性という3点セットですね。土地、税、兵を、はい、農民の皆さん土地をあげますね。土地をあげたんだから税はくださいね。そして、死んだらね、土地は返してくださいね。そして、土地をあげた、生産手段をあげているんですから、兵隊さんとして国に協力してくださいねっていう、三位一体の仕組みを整えたということですね。だからこれは、3点セット。これが、国の、その基礎を作る重要な3点セットだったわけですね。はい、じゃあですね、ここまで、ま、日本がわざわざ船で学びに行くほど ある意味完成された仕組みを持っている唐だったわけですので、非常に繁栄をするわけですね。特にこの長安という唐の都ですね、はですね、非常に繁栄しました。唐の北に北海という国があったり、もちろん海の向こうに、まあ、日本があったんですけれども、
この2つの国、渤海や日本はやはり唐に非常に憧れを持っていて、この都長安の繁栄に非常に憧れを持っていたので、似た町を作ります。渤海の長慶流星群、これがですね、ごくたまに出たりするからですね、まあ日本の平城京に影響を与えてます。この日本の遣唐使の例でも分かるように、この長安という都はですね、各国からの使節、商人がたくさん訪れますよということを押さえておいてください。そしたら日本の遣唐使もやってくる、外国の使節もやってくるんだから、今度は港ですね、中国に開かれた港、揚州、まあ、今の上海に近い感じですね、あるいは今でもある広州、こういう港町が繁栄します。特にインド洋を渡ってきたりする、まあ、イスラム教ですね、だんだんイスラム勢力が増えつつある時代でしたので、ムスリム商人の来航ですね。四白紙、この揚州や広州に貿易管理役所が置かれましたよということです。今回はかなり用語数の多い回だったと思います。こういうのね、ざっと通過してしまうので、やはり世界史あるいは日本史っていうのは言葉数が多くなっていきますね。大変なんですけれども、丁寧に板書をして、きちんと押さえていってください。言葉数が多いところは歴史の重要性いかにかかわらずテストに出しやすいという特徴を持っていますので、言葉数が多いですからね、中いくつか抜けばテストに使いやすいですので、こういうところを押さえていくといいんじゃないかなと思っています。次は唐の
話をもう少し進めていきたいと思います。今回はここまでです。